リナチャンネル、スペシャルゲストです。こんにちは、はい、本庄真希です。本庄真希さんです。イエーイ、マリナチャンネル出ました。嬉しい自ら嬉しいって言ってくださったんです。なんと言っちゃった。私に連絡、明けおめかなんかの時ですか ね、 ね、その時に出たいって書いてあったから嘘でしょと思ってドキャーってなっちゃった。私めったに連絡しないです、ね、そう久々に連絡したと思ったら、そうだよね、そうだよ、なんか節目ぐらいに良いお年をかなんか、あ、そうですよね、ね、やるぐらいの仲なんですけど、でも毎回出たいと思ってて、本当になんかすごい豪華な場所ですごい素敵な編集でやってるの見てどうなってるんだろうと思って、でもゲストが男性だから、そうまずね、大人の事情的に大人の事情的な話すると、なかなかね、女性のゲストっていうのは難しいんですよ。だからよくツイッターとかで誰さん呼んでとか誰々さんとコラボしてとか言いますけど、それね難しいんですよ実際のところ、だからまさか真希ちゃんまさかね、名乗り出てくれるとは思わない。名乗り出てくれたんです、YouTube に。いや、誰か名乗り出てほしいですよね。うん、そうなの。名乗り出る人募集です。事務所的に大丈夫な。そう、出たい。私なんかおしゃべりしたいとか、YouTube の雰囲気を味わいたいとか、一般の女性だって何だっていいんですけど、そう、絶対出たいっていう人いると思うので、本当にここで募集しちゃう。募集、概要欄見てください。下なの上なの概要欄。下。概要欄見ていただいて、本当募集なんだけど、結果さ、私一人だけで喋ってるのもそれもありなんだけど、なんかやっぱりほら豪華じゃない、こう二人でトークする、ね、対談とか、そう対談って豪華だと思うから。なんか雑誌のインタビューで対談するとか ね、そうなったら分かりますけどね、 YouTube でね、雑誌のインタビューももったいないよね、あれ も YouTube 撮れればいいんだけどね。ああ確かに、どうだね、写真撮っても白黒ですからね。そう、今度さ、ライブで撮らせてもらいたい。あ、ライブ生そう生ライブやりたい、そうやりましょう、はい、そうなんですよ、ぜひ。そう、ちょっと今詰めてていや、もう今詰めてて1月の何日後くらい、今月中です。そう、今月多分第一候補、第二候補、26日あたりぐらいにちょっとお届けできればなと思って、正しく言ってますけど、わざとらしく言ってますけど、いやもうそこでライブでね、生でこう喋ってる見たいんじゃないかなと。私じゃないんですよ、でもゲストの方に輝いてもらいたいんですよ。うわーすごいいいこと言ってる、おばちゃま的な感じのね、わかんないですけどマリナの部屋みたいな感じで ね、 いいですね、いらっしゃいみたいな、あなたはあなたはみたいな感じ、何ですかあなたはって、あなたはって、そう、あなたはって、あなたはってグデグデな喋りになってますけど、これ素敵じゃないですか、それで触れます急に、うん、真ん中に置いてますから、いつもね、わざとらしく大体この辺に置いてあるんですけど、今日スタンド忘れちゃったんですよ。あ、でもこれで、ね、そうなんです、これ絶賛発売中です、笑顔の私、はい、そう、中身はね、自撮り風に撮ってるんですよ、彼氏が私のことを撮ってくれたよっていうような写真集になっております。今より髪は短いですね。ちょっと今伸ばしてます。似合いますよね、この本当ですか、本当ですか、眠たそう、どうしたんですか、眠かったんですか。違う、これ眩しいんです、絶対眩しいです、すっごい眩しい、外撮りですもん。そうなんです、でもこのぐらいの感じがいいんじゃないですか。そうかね、パキって目開いてるこのぐらい優しい微笑みってね、こう確かに撮影の時こうやってやるからでね、こうやってやるもんね。でも外で写真撮る時、私眩しいと、もう下向いてるか笑ってるからかもしれないね。いや、すごい、日本海です。どこですか、日本海じゃありません、その辺です。その辺
あの箱根に行って撮ったんですよ。素敵。そうそうそう、いいですね。すごいいい写真。本当ありがとう。抜いてるじゃないですか。もう抜いてますよ。いや、ちょっと待って、いやいや、ヌード写真集ではないけど、少しはね、少しはね、ちゃんとね、そう、うん、ではないけど、物語ができてていい。そうなんです。いや、これすごいいいですよ。できた、ありがとうございます。これ自分で作るってすごい大変なんですよね、写真集ね。そう、本当に、そうそうそうなんですよ。紙媒体がないじゃないですか、デジタルが多いから。だからデジタルで最初作ったんですよ、うんうんうん、そしたらやっぱり紙が欲しいってことに。いや、これ紙好きな年代の方多いですよ。うん、わかりますよ。私もこうめくりたいですもんね。わかる、わかる。こうじゃなくてね。そう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 。あとこう拡大してるとかじゃなくてね。うん、拡大されるのも嫌だしね。一本指じゃないですもんね。二本の指でめくりたくないですか。拡大されてシワの数とかやられるのもちょっとしんどいし。好きだともスクショされてね、多分ね。そうそう、耳とか、ね、この辺とか、この辺、生え際とかね。この辺とかなるのも嫌だから。そう、やっぱ紙がいいのかなと思って紙を作るとかあるんですよ。あとね、この光沢感のある紙質はね、あ、それにもこだわったんですよ。わかります、すごくね、はい、自分で作ったことあるからわかるんですよ。ものすごいわかるんですよ、変化、こういう紙質作ったんですね。作りました。いつ頃ですか。なんかね、ファンが撮ってくれた写真で写真集にしたりとかしたし、うん、まだ売ってるの。もう売ってないです。あ、売り切れない。それをお持ちの方、貴重です。そうですよ。この、でもね、この大きさがまたいいんですよ、栄養が。本物。語ってくれた。栄養。本物来てくれた。今そう、急になんか、実感湧いちゃって。ちゃおちゃさん、来てくれたよ。みんな、本当すごくない。ですよ、ね、お会いできるのが。あの、お会いしたのがお久しぶりで。そう。うん、なんかご飯しましたよ ね、 そう、あの、前にお会いした時は、うん、ライターさんが、食事に呼んでくださって、3人でご飯食べたんです。そうです、そうです。なんか中華かなんか食べましたね。そう、 そう、それ以来だ。そう、その出版社さんにご馳走になったんだけど、ライターさんほとんど喋ってなくて2人でだけ喋ってた。めちゃめちゃ確かに先に帰っちゃったんだよね。忙しいし、なんかほとんど喋らずに。確かに確かに、うん、で、その時も横に並んでて、なんか朝までゆっくり飲みたいね。え？飲めるんですか？ね、すごい飲んべんみたいな言い方されてますけど。いや、飲んべんみたいな言い方したけど。朝までは飲めませんよ。じゃあこれはお酒じゃないけど乾杯。私朝までは飲めませんよ。朝までは飲めないね、そうだね。違う違う、だからゆっくり飲みたいねの意味。ゆっくり、今度なんか記憶がないぐらいって聞いた。あれ、記憶なくしたことあります？ない。ないですか、まだ。ない。まだない。記憶はね、なくすのは悲しいですからね。なくさない方がいいですよ。うん、記憶なくした時に、ある？いっぱいあります。マジ？そんな、あ、そう。何十年と飲んでたら、もう何回も。え、でもイベントの時はならないでしょ？イベントの時は、あのね、一番最初のバーマーキってイベントやった時に、うん、なんかお祝いだとか言って、皆さんが、うん、ワインを入れてくださって、うん、その時にフルボトルしてたんですけど、うん、はいはい、半分飲むんですよね、私。はいはいはい。飲めないの入れてくれるから、はい、半分飲んでたらベロベロになって何本も飲んじゃって、え、その時は記憶 ないです、なくなっちゃったんだ。はい、怒られました。ごめんなさい、マキちゃん気をつけてよ。あ、そっか。私、お客様お見送りしましたかみたいな、うんうんうん、でもね、きちっとされてると思いますよ。友達もね、女優さんがその時に、うん、様子見がてらなんか遊びに来てくださって、うん、ちゃんとお店に払う分計算してくれました、私の代わりに。もう私お金数えられなかったね。じゃあよかったね。それも反省点。ああ、なるほど。でも仕事の時に酔っ払うのことはまずほとんどない。うんうん、そうだね、うん、そう。私もあれ、飲み屋さんちょっとやってたんだけど、うんうんうん、今もクローズしてないんだけど。ないんです。ないんです。もうとっとと辞めちゃったんですけど。早っ。コロナ禍に始めて、あー、そう、オープンして、うん、で、あの、やっぱりちょっとうわーっと感染者がなったので、うんうん、これは頑張りすぎても無理だなって思って早めに判断して、事実なんか実際開いてても半年ぐらいかな。あ、うん、なんか幻のお店になっちゃいました。そうですね、うん、そうなんです。私はもう単発でイベントをずっとやってるので、ねえ、イベントお店開けて待ってるって感じじゃないから、まだやれてる、ね、そうだよね。イベントもだって来る人数とかも分かるんだよね、最初から。そうですね、受付、受付してね、ね、もちろんコロナで減ったりとかはありますね、うんうん、でもね、そうだよね、遠方から来る人とか怖いもんね、うん、何人って、うん、そうですね、やっぱお店やっててもね、やっぱりね、怖いから、うん、ちょっと時期ずらしますとか、
実際予約入れたけどその日の感染者数的にちょっと今日動けませんとか、それはあります。だからキャンセルも多かったよ。だからもう本当無理だなと思って、ダラダラやってるより、うん、もういいやと思ってやめてしまった。お酒は飲めるようになった。飲めるようになっちゃった。だから一度飲みに行きましょう。行きましょう、うん、飲みましょう。飲みましょう。めっちゃ強いんですよ。じゃあのライブの時に、あ、ライブの時飲みますか。私は平気ですよ。お昼飲みでも。でも私真っ赤っか。可愛いじゃないですか。真っ赤っかになっちゃうんですよ。真っ赤になってるとこ見たことないですもん。見たい。そう、私真っ赤にならないんですよ。ねえ、チーク塗りますね。こうか合わせます。そう私塗っちゃう。私に合わせてっつってピンクを。赤くなるんですね。そう、赤くなっちゃう。人一倍飲んでる目になって目座っちゃう感じっていうか、座りはしないんだけど、うん、目が真っ赤になって。へえ、大丈夫ですか。そう、真っ赤っかになっちゃうんですよ。飲んでいいんですか。うん、全然。じゃ一回わかんないけど、一回赤くなったのがスッとなくなってからの方が強いんですよ。だから長いのね、ゴミが消えるんですね、一回。うん、一回消える。一回消えて、相当強い人ですね、もしかして。もしかして絶対飲まれて強い人ってこと。そうですよ。ですよね。嘘。そう、あ、それが強い人なのかな。そうですよ。わかんないですけど、そっからのが飲めるんですよ。だから早く赤いの消えないかなと思って、一旦あのチェイサーかなんかこう入れるんです。左右かなんか左右寝起きの人か左右かなんか入れて、で一回冷ましてからもう一回飲み直すと、結構朝までじゃないですけど、朝まで行きましたよ今日。 YouTube スタッフとかなんかで、意外。朝まで行ってもう一軒マリアさんからそういう言葉が聞けましたよ。前はね、そのこういうご時世になる前はね。今はさすがにもう行かないですけど、飲みにも行かない。あ、そうですか。うん、たまにラビリンス、ゆうちゃんのラビリンスとかは行きますけど、うん、それが楽しみぐらいかな。月1ぐらい行ってるかぐらい。うん、これから、うん、マキちゃんはどんなイベントやってるんですか。おかしい、おかしいぞ。これからどんなイベントがあるのかってことです。そういうことです。普段どんなイベントやってるの。あ、そう、普段どういうイベントやってるの。普段とこれからは一緒なんですけど、うん、私はもう年間通して。あ、そうなんだ。決めてるんで、1週目はどこで何やってるか、2週目はどこで。私は毎月、私の話ですね、毎月、毎月第1撮影会になってるね。第1、はい、土日のどっちかは交互に五反田にいます、マサオ撮影会。マサオ撮影。そう、それは自分の企画じゃなくて、ね、はいはい、実は出演してて、2週目は第2個撮ですよね。そう、個人撮影会ね、まさか。あ、団体もやってるんですよ。あ、団体撮影会もずっとやってて、私場所変わってももう必ずやってて。なるほどなるほど。まあ、今まさお撮影会で落ち着いてるんですけど、うんうんうん、だからもうずっと撮ってる人いますね。もう10撮影会好きな方は結構毎回通ってくださるファンの人多いよね。そうですね、12年撮影会やってて。私も結構撮影会はやってたんですよ。やってましたよね、月1に。やってた、やってた。でそこに来てくれるファンの方が、今北条さんとか行ってきたんだよそれの帰りって言われることがよく多くありました。私もマリナさんのとこ行ってきたの、うん、やっぱりそうです。はしごするんですよね。そう、はしごするんです。塾女のね、撮影会はしごしてるわけですそう、だから、ね、私とマキちゃんのファンって被るところあるんだなって前から思ってたんだよ、うんうん、ね、共通するファンの人何人かいたら。塾女ファンって大体そうですよね。ね、うんうん、ね、だから急に若い子のとこに行かないですよね。塾女の方が安心するそうそうそう、塾女を渡り歩いてる人、ね、います。そうそうそう、だからこれからマリナさんのとこ行くんだっていうファンの方にはマリナさんによろしく言っといてくださいって。私もマリナさんから来たって言われたら、マリナさん元気でしたって聞く、ファンに聞くのねそれとイベントは、あ、そうそう、イベントは、2週目は第2日曜日大阪で、あ、それは決まってるの。もう自分で行って大阪、マスターがファンって言ってくれて、お店貸してくれるので。なんで毎月大阪に。あ、地方は行かないんですか。いや、この間これを売りにお寺に行きました大阪のお寺でこれを売りに。お坊さんのファン。そう、あ、すごいですね、お坊さんが。お坊さんのファンだって言ってくださって、お店をやってる時に来てくださって、うん、で、その方がよかったらうちのお寺で売らないですかって言ってくださって。住職は、住職どういう格好で飲みに
いやいや普通の普通の格好で。あ、そう。だけどここあれしてるから。ここあれしてるから。職業はサラリーマンじゃないですよねって話したの。そしたら住職ですって言うから、うん、あへーってことになって、で僕もちょっと YouTube 始めたいんですよと言われたの。うん、住職が。で私もやろうと思ってるんですよって。じゃあ一緒にやりませんかみたいな、一回もブワーって盛り上がったんだけど。そう一緒に。どうやって分からない。内容も分からなくてもちょっとほら住職と私ってなんか面白い絵面でしょ。だいぶ面白いですけど、だからみんなえって、ね、これ売りに行った時のえってなったと思う。なりますね。そうなの。なんか買いに来た人もじゃお寺に、お寺に買いに来て、お寺のその集合所のところにこう入ってきて、お参りするとかあって、その横に私の、そう、あ、中ですね。正座して。正座はしてないけど、普通に椅子に座って、こう、すごいですね。ありがとうって言って、こう、大阪のファンの人結構多くて、そうなんですよ。なんで大阪のファンの人が多くてっていうのが分かるかっていうと、インスタグラムって、どこどこ地域の人が見てますとか、フォローしてますとか、全部見えるのよ。それを見ると大阪のファンの人がやたらうわっと多いのね。へえ。へえと思って。で案の定やっぱり大阪でやったら結構来てくれて。へえ。そうなんですよ。だから大阪また行きたいなって私も思ってる。定期的にやってほしいですね。そう。でマキちゃんのイベントの話聞いてたら、今度。今度マキちゃんのイベントに突撃 YouTube。 それ突撃になるんですか今言ったら。そう、うん、そうそうそう、前もって言っとかないと。あ、そっか、見てもらえない。そうそうそう。あ、そっかそっか。あ、その時もライブだ。そう、ライブで、ライブで突撃とか言うのはどう、みんな見たいと思うんだよね。突撃いいかもしれない。本当に突撃なんか辛い人もね。そうそうそう、なんかね、イベントってでも一回来たらね、大抵リピーターさんになってくださるんですけど、まだやっぱ躊躇してる方もいると思うんですよね、イベント自体もね。なんかショップのイベントだったらお店のファンの方とかね、店長のファンの方とかね、いらっしゃるじゃないですか、そういうところ。だけど私が企画してるイベントってまたなんかね、構えてる人とかね、来てくれるんだ、マリアさん来てくれるんで。一見なんかね、私もそうかもしれないけど、マキちゃんも黙ってるとお話ししてくれなさそうなオーラ。じゃあオーラがあるのよ。言われません。言われるでしょ。なんかあんまり気軽に話しかけちゃいけませんみたいな感じのオーラがあるの。私もよく言われるんだけど、黙ってる時は。だから余計にすっごいペラ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 喋るんだけど、私そういう人じゃないよっていう感じで、ついついそういう風にな、私はなっちゃうんだけど。でもイベントに来てもらって、イベント企画して実行してる人が喋らないとかひどいですよ。ひどいね。それはない。それはないよね。それはないね。本当に。イベントの中身はどういう、普通に。私のイベント。企画してるイベントは場所が変わっても、飲んで喋って、写真撮れて動画も撮り放題っていう。なるほどなるほど。盛りだくさんですよ。飲んで食べて話して、すごい。だからお酒飲めない人はコーヒーでも紅茶でも飲んでて、で写真もスマホでも一眼レフでも撮りたいもので、撮り放題、撮り放題。だ変な顔上がってますよ、ツイッターに。みんな宣伝してくれるんだけど変な顔が上がってる。見た。なんかもぐもぐ食べてる、食べてるところとか、なんか目半開きみたいなところ、はい、見てる。だって私やたらツイッターいいねいいねしてる。そんなに。そうなんですか。そう、北条真紀さん乗ってるといいね、やたらいいねいいねしてる。嬉しい。分かんないですよね、そう、誰が当ててるのか知らないけど、真紀ちゃん、真紀ちゃん誰がいいねしてくれてるのかも私もよく分かってないんで。あ、そうなんだ。ありがとうございます。そう、やたらいいねしてる。そうなんだ、そんなに。勝手にリツイートしたりとか。あ、そうなんですか。楽しそうと思ってる。ありがとうございます。すみません、何も知らずに。ツイッター嵐みたいになってます。人のツイッターに入り込んで、わわわって会話してわーっていなくなってる。へえ、すごい。時間があるときはもうツイッターずっと人の見てますね。へえ、イベント9
クルーザー乗ってるよ、わあ、そう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 、館やってる、わあ、館船やってるとか、いいんですよ、天ぷら食べながらね、ねえ、あとどっか地方行ったり、なんだろう、なんかね、面白いのやってるなと思ったの。私？うん。どっかなんか旅行行ってなかった、バスで。ああ、忘年会ですか。忘年会なんだあれ。忘年会に行ったの。ファン。あ、そうなんだ。ファンの方が企画してくれて。ああ。あれは私企画しなくていいんで、他のイベントに。イベント女王ですよ、本当に。みんなもすごいよく来てくれると思って。ね。京都集合ですよあれ。いや、本当。東北に住んでいても、東京に住んでても。あ、じゃあ京都集合なんだ。すごいね。すごいですよね。楽しいですよ。大人の映像が見たい。私ツイッターでしかもう行動を見てないから。うん、ツイッターでしか。いやツイッターで全部見してるんだよ。そうそう。すごい。でやたらイベントをやってるからもうマジイベント女王だなと思って見てて。いや楽しいですね。ファンの方とね。ファンを大事にされてるなっていつも思います。に大事にされてるからファンを大事に。それ言えてる。それ言えてる。それ言えてる。ファンに。やん。なんでそういうこと。私もそう思うんだけど。思う。なんで。思うばかりです。すいません。もう大事にしてますよ。だって YouTube やってくれてるじゃないですか。本当大事にしてます。YouTube ってすごいですよ。無料で見れるんですから。まあ、そうですね。ね、確かに。本当そうですね。本当ね。うん。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。いいねボタン、グッドボタンと、グッドボタンと。なんだっけ、登録をお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。もう見るだけにしてあの登録されてくれないんですよ。なんかえ？なんでだろう。いちいち登録っていうところに行くのめんどくさいんでしょうね。ただ見て終わっちゃう。へえ、うん。で、あの流して見てる人はさ、ピョって見て、あ、つまんないなと思ったら次映っちゃうんですよ。離脱しちゃうんですよ。はい、うん、だから冒頭面白くないと。そうか、私たち芸人じゃないんでね。そう、だからね、さっきね、登場どうするって言って、わあどうもーって入ってくるんです。いや、すごい嫌な顔されてる。ちょっとその配慮とはしたことないけど。ないよね。まあね、うん、難しいですよね、相当面白いかどうか。難しいですよ、本当に難しくて、ね、人間って飽きっぽい。そうなんです、性格があるから。そうなんです、難しいですよね。そうなんです、どう見てもらえるかっていうのは、ね、誰にもわからないです、うん、でもこのままでいいんじゃないですかね。このままでいいですか。いいと思いますよ。すごく素敵ですよ。ありがとうございます。出会った頃の印象が私すごい覚えてて。出会った頃の、あ、多分覚えてないと思いますけど、マリアさん。ごめん、覚えてない。何が最初なの。なんかスタジオで出会ったんです。うん、あ、そっか、そうか、そっか、そっか。すごい明るい方、このまんまなんですよ、まんま。朝からずっと、朝から私このテンションで、すごい明るい方だと思って。いや、松本さんだいぶ引っ掛けてますねって言われるんですよね、うん、私もなんかね、酔っ払ってると思わなかったけど、うん、なんかお酒すごい飲んだら楽しそうだなって思ったら、うんうん、お酒飲めないっておっしゃってて、その時に嘘マジでって思って、だけどこのテンション、そう、このテンションなんです。朝からずっとだからずっと楽しいですよね。うん、そうですか。まあ、すごい明るかったです。そうですか、うん、あのスタジオも楽しかったですね。え、どのスタジオって覚えてない。あの3人のやつでしょ。あ、私それじゃなくて、3人じゃなくて、その前のやつか、一番最初にだから。間違いしてる。3人ももちろん楽しかったですけど、あ、何とかお会いしてるんですよ。そう、してるしてる。一緒じゃなかったとしても、入れ替わりだったとしても、入れ替わりの時もあった。本当覚えてますか。覚えてるよ。現場がカレーなとこでしょ。あれ違った。ああ、カレーが出てくる、カレーが出てくるとこじゃなかった。カレーが出てくるね、スタジオがあったんですよ。そう、あ、何なんですかね、スタジオさんがカレーを始めたんでしたっけ。違うよ、あれスタッフの監督さんかなんか。手作り。もう覚えてないです。制作あれするってんじゃないの。ああ、お弁当ね、うん、みんなお弁当飽きちゃうから。そう、毎回ね。いや、でもマジカレー無理なんだけどと思ってた私。え、あれ嫌いなんですか。いやいや、言ってましたけど。いや、なんか口の中気持ち悪い。あ、それはわかりますよね。わかります、うん、その後、うん、それはわかります。だけど容赦なくそうっていう時はね、みんなでカレーです。そうそうそう、なんでもなんかスタジオがカレーやってた時は知ってますよね。うん、なんかやってたね。やってましたね。やってたね。その後なんかやめたんですよね、そのスタジオのカレーを。そう、スタジオでカレーは良くないです。多分皆さんには通じないと思いますけど、そう、カレーは食べた後ちょっと口の中が、ね、今もう口の中カレーになってきましたもん。そんなわ
けないのに。そんなわけないのに。まあね、ありますね。はい。前の日餃子とか食べないようにしてたりするのに、ね、やっぱりそういうのお弁当で餃子出てきた時に、うわっとか思った時、そうでしょ、誰 AD さんみたいな、そういうことになっちゃうでしょ結局 ね、やっぱりエチケット的なことでさ、ね、なんとなくみんな食べるからいくかみたいになっちゃう、そう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 、そうなんですよ。でも私は本当覚えてるんですよ、何度か、そう、何度もお会いしてて、毎回変わらず赤いテンションで、はい、そうですね、本当ですか。これからマキちゃんといろいろ企画したいと思いますということで、楽しみに、ありがとうございました。パート2に移るありがとうございます。ありがとうございます。素顔の私、デジタル写真集と紙のバージョンと2つあるので、ぜひぜひ買ってください。買ってきます、ぜひ買ってね。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。私の、マリナチャンネルオフィシャル、YouTube は不定期にやるので、ベルのマークをつけていただくとお知らせがピコンってくるので、それをつけていただいて、不定期に多分出てくると思うので、ぜひあの登録していただいて、再生見ていただいて、ベルつけていただいてっていう感じでよろしくお願いします。登録してくださいね、マリナオフィシャルチャンネル、よろしくお願いします